ではその他の結果をご覧いただいた後、 FC 琉球とアジアの岡山戦をお伝えします。金子達人さんの解説でご覧いただきましょう。晴天に恵まれました茶壇公園陸上競技場です。今日はリュースポ特別編としまして、 JFL 後期第3節 FC 琉球対ファジアーノ岡山戦の模様をスポーツライターの金子達人さんとともにお伝えしてまいります。金子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。FC 琉球今18チーム中15位ということで、まあ下位には低迷してるんですが、はい、まあ、ここに来てアウェーで連勝中とだいぶいい流れが見えてきましたね。そうですね、前節北九州との試合を見た、北九州のファンであったり記者の方がなんでこんな順位にいるんですかというぐらい内容は本当に良くなってきてますね。はい、そして今日迎える相手は現在3位、そして J リーグ準加盟申請をしているファジアーノ岡山、まあ、強敵なんですが、はい、前節は2対2を引き分け、それも、敵地で2点を先制された後2点取って追いついて、その後も完全にこちらが押し気味でしたし、僕は十分今日は勝つ可能性の高い試合だと思います。さあ今季2度目の連勝となるんでしょうか。まもなくキックオフです。さあ JFL 後期第3節 FC 琉球対ファジアーノ岡山、ホームの茶壇公園陸上競技場です。 FC 琉球スターティングメンバー1トップに山下、そして4バックを取ってきました金子さん。はい、前節の北九州戦で初めてコンビを組んだこの大塚森と、これは非常に頑張りましたし、結果もゼロで抑えましたので、もう一度それが本物かどうか試すという意味合いもあるんでしょうね。なるほど、はい、トルシエ総監督がね今ちょっと離れてますので、その間にぜひとも白星をということで、後期第3節始まりましたけども、ちょっと雨が降ってきましたですね。前半ちょっとピッチスリッピーな状態もありましたけども、はい、ただこれでですね琉球の選手も涼しさ覚えたでしょうけれど、沖縄の暑さを警戒していた岡山の選手は助かったでしょうね。逆に余裕になりましたよね。さあミヌングいきなり行ったんですけどもね、ここのちょっとセカンドもゴール長かったですね。ミヌング、これはもう相手からのプレゼントチャンスだったのでね、決めておきたかった。ダメージも大きかったんでしょうけども、このさあ岡山右サイドでボールをつなぐ、そして中へクロス、ここでちょっと跳ね返しますけどもね、やっぱこの右サイドが両やっぱりこう両サイドを使った攻め多かったですね、岡山としては。ここでクリアミス、これはない。大塚くんも肝を冷やしたでしょうけど、野田くんがよく止めましたよね。ですね、やっぱちょっとこの辺まだコミュニケーションという部分、やはりなかなか前期出れなかった選手との差があるんでしょうか。あとはですね、相手の今ミスキックですからタイミングずれてるんですよね。なるほど、そこがちょっと出しにくかったというのもありますか。さあそして左サイド岡山まだ波状攻撃続きます。アーリークロスにここでヘッドで落として、このプレーはこれはもう助かりました。ミスってくれてありがとうという感じですかね、うん、まあ、今その後ちょっとマークずらしてしまった鎌田君が話し合ってますよね。さあここで、琉球中村のクロス、これは弾き返されますけど、やはりディド・ミヌングマークは厚いですよね。厳しいですね。ただリュドがマークを引き連れていくのであれば、その分できたスペースっていうのもあるはずですから、そこをどう考えていきたい。さあ山下ここで戻す一度、そしてもう一回クロス入れてミヌング、これはヘッド合わない。これは僕は個人的にセンタリング上げたの久保君なんですけれども、打っとけよって思うんですけどね。あ、自分から行けと。はい、彼の左足は本当に破壊力ありますから、一度打ってくるぞというのを見せておくと、その後のクロスも楽になってきますから、その辺の積極性が見たかったということですね、はい。さあミヌングここで鎖となって、中村これ本当にこの選手ちっこいんですけどスピードがありますよね。本当にスピードもありますし、それから運動量が豊富ですよね。本当にもう沖縄の子供たちにとっては星ですよね。はい、JFL ではあるんですけれども、このシーン山下このヘッドはクロスマンなんですね。これも鎌田、ここ本当に今琉球がいい形でできただけに、はい、で鎌田君もここのところ左足の一発というのにものすごく自信深めてますんで、ここもズバンと行きたかったんですけどね。本当に惜しいヘッドでした山下、今シーズン栃木 SC からの加入です。さあここのコーナーキックは羽田健二が入れる、
ここなんですけども、やっぱりミヌング、やっぱりこう背負われてますよね。はい、なかなかあれを決めるのは難しいですよね。まあ、この前半に関してはまあ琉球と岡山それぞれチャンスはあったと思うんですけども、ただし、まあ、決定機の内容、質、数いずれも琉球が上回ってましたね。それだけに決めたかった。さあここで、右サイド曲がっていく中村、本当に運動量豊富ですよねこの選手は。さあここでしばらくボールのチェイスが続きます。このプレー、ちょっとお茶目の部分を見せますね、ミヌングも。さあ、ここでファウルをもらいました。やっぱりこの選手の運動量、さすがアフリカの選手っていう感じがしますよね。ピュッと縦に出る速さっていうのは独特のものがありますよね。今までこういうタイプの選手欲しかったですよね。さあ、ここで、これも熱いマークを追っています。ミヌング。ブルキナファソ代表というアフリカのチームだったんですけども、はい、代表選手ですもんね、はい。しかも日本のファンにはあまり馴染みのない国ですけれども、まあ、本当にアフリカの上の中ぐらいのレベルに。そうですか。カメルーンだけじゃないぞと。まあ本当にアフリカは広いですよ。広いです。さあここも、これ体を張った選手、大塚ですかね。大塚くんでしょうね。さあそして今日、ね、ゴールキーパー野田恭平ですね。さあここで左サイド狭いとこなんですが、ここから山下比バックパス、そしてここに羽田健二。さあここで国中なんですが、あ国中ですね、鎌田ですね。そして国中、ちょっと距離があったんですがミートできませんでした。この2列目から3列目からの波状攻撃というのがここ数試合で琉球に出てきた特徴ですね。これがやっぱり琉球のいい形としてやっぱ攻めの形が見えてきたってことですね。はい、今シーズンの後半戦、それから来シーズン戦っていく上での骨格になっていくプレーでしょうね。なるほど。ということで前半は0対0のスコアレスということで折り返しましたけども、まあ、本当に琉球としては決めてほしかったっていうのはありますね。そうですね、決めておいたらすごく楽な大差で勝てる試合でしたね。